西武相手に今シーズン4連敗、ここまで勝ちがないソフトバンク。初勝利を狙う打線は37歳松田。チーム一熱い男のタイムリーで先手を取ると、その裏、同じく37歳の川島慶三がこのプレー。ベテランとは思えぬ身のこなしで流れを呼び込みます。すると再び4回松田、追加点を取れてよかったとベテランコンビの活躍で苦手な西武からリードを奪います。最終回にはメジャーでドラフト1巡目指名を受けた21歳スチュワートがプロ初登板。150キロを超える角度のあるストレート。1回を投げ2つの三振を奪い、ソフトバンクが今シーズン西武から初勝利です。